SMBC 日本シリーズ2024第5戦ソフトバンク0対 7DNA31 日水穂ペイペイドーム福岡連続写真福島シほみ始球式の豪快な投球フォームソフトバンクが2連勝からの3連敗で DNA に王手をかけられた日本シリーズでの本拠地3連敗は11年の対中日以来13年ぶり 二位草連続完封負けは、1951、53年、いずれも対巨人、以来、71年ぶり三度目となった。小久保博監督は、後がない状況にも前を向いた。以下は一問一答、マイナス一点がどうかった。そうやね、三つ負けられる三つ負けてしまったのでね。もうやるだけですよ。ホームで26イニング連続無得点。 今年ずっと1年間やってきた中でホームゲームであれだけお客さん入ってくれた中で最後の試合の3連戦だったのでそこで勝ちを見せることができなかったのが残念何回も言うように敗戦を振り返ってもしょうがないので短期決戦は3つ負けられるのが日本シリーズでもう負けられなくなったというだけなのでただお客さんには点が入らないと盛り上がらないので そこはちょっと申し訳なかったというところですね。系統も苦しくなった。